聞こえるかな？聞こえますか？音質が悪いと思います、とっても。許してください。とても音質が悪いと思いますが、聞こえますでしょうか？どんな音量、どんな感じで聞こえてるかは分かりませんが、切ろうか。髪の毛をやっちゃいますか、皆さん。この見て、すげえのパーマかかってみたってるね。こいつをね、ただの丸にしようかと思って、このかわいいお顔、丸顔 顔丸すぎじゃない？玉音放送みたいな音質、玉音放送知らないんだけど、やっちゃおっか。もうさ、お風呂入るのめんどくさくて、めんどくさくなっちゃった、すべてが。やるしかないでしょ。気にしないでください。なんでこのタイミングなのね。だからお風呂に入るのがめんどくさくなっちゃったから。ただそれだけ。理由はない。タイミングは今だっただけ、それが。こいつで、バチッと。やっちゃおうよ。この伸びに伸びた髪の毛たちを、ここまで、ちょうど乳首より下ぐらい。じゃ髪の毛いい匂いするわ。よし。やるっしょ。どうせ普段ね、こういう髪型してるから、丸刈りでもあんま変わんない。事故どうも、このまん丸おじさんが解放される時が来ました。苦節何年ですか？コロナ、当時大変じゃね？これがある、これがあるから何とかする、何とかなってほしい。コロナより、コロナ前だから4年ぐらい伸ばし続けて、まあ1回バッツリ切ったんだけど、髪切らないでそんなに準備してるから。いや、昔ここをさ、刈り上げたりはよくしてるからさ。そういう時に使ったりしてるけど、まあ、コロナの前から伸ばし続けて、伸ばしたてか、伸び続けてた。伸び続けて、今に至ると。おお。いいね。目が大丈夫、外す。だ、多分何も見えなくなる、みんなのコメントが。みんなのコメントが何も見えない。ヘアドネーションできる。ヘアドネーションした方がいい？もしかして。ヘアドネーションした方がいいかな。やっぱそういう、キリタンはわかんない。俺が聞こえてないもん、だって。今もう、何もつけてないから。もう、俺が何もわかんないから。艶ある人の髪よりじゃない。何？俺も羅生門に、羅生門の下で死んでくる？そしたらおばあちゃんがさ、奪ってくれるんじゃないの？もしかしたら。その可能性あるよね。なんかさ、そういうのさ、言うことやられるぞ。そういうのめんどくさくない？いや、もちろんさ、そういうね、髪の毛を寄付とかはあるかもしれないけど、そういうの予約とかもしなきゃいけないでしょ。俺も今髪の毛嫌になっちゃったんだよね。申し訳ないけど、今髪の毛が嫌になっちゃった。もうお風呂入るのが最近さ、本当に髪の毛が長いと億劫でさ、髪の毛のために保管しとけ。確かにこんな長いんだよ、だってこんな長いの。ヘアドネーションした方がいい？まだまだ、もしかしてもう俺の今この思い立ったが吉日を止める気？俺、思い立ったらすぐ行動派なんだけど。
止める気なの？もしかして。止めないで。本当はそっちの方がいいかもしれないけど。やっぱ髪の毛が欲しい人もいらっしゃるかもしれないけど。ろくに洗ってないから買いで使うから、そうなんだよね。汚いからね。何センチぐらいある？どうだろう？これぐらい。これぐらいある。乳首より下ぐらいまである。お腹の始まりぐらいまである。へそまではない。もうただのおにぎり丸になっちゃうね。1メートルで5000円する？ 1 メートルもないよ。でも、え、1メートルはないよ。50センチぐらいじゃない？多分。ポケモンのジムリーダーで分かんないんですよ。コメント読めなくなっちゃうんだよね。もういいや、やります。今ね、でもちょっと充電してる。バリカン充電中。もうやっちゃうよ、みんな。俺いいよね。頭皮に埋まってる分合わせたら行く？ 1m。 でもヘアドネーションって売るやつじゃないでしょ。あれでしょ、プレゼントするやつでしょ。ボランティアみたいな。あげるやつでしょ。思い残したことはないか。ないです。ただ邪魔だなってずっと思ってました。かっこよくもない。俺、かっこいいと思ってこの髪型やってんだったらいいと思うんだよ。プライドがあるじゃん。ないから、俺これ。この髪型に、プライドもクソもない。エクステとかに、するように日本人の髪人気、本当にこれも？でも俺さ、ここないんだよ。量はそんな多くないんだから。ここは刈り上げてるから。な、誰か、俺以外の誰かがきっと、あれしてくれるでしょう。日本人の髪とて。もう俺はやるよ。邪魔だから。てか、その予約とかやってくれる人がいるんだったらさ、なんかさ、それこそさ、視聴者にさ、いや、うちの美容師とかがいてさ、いや、うちの美容院でヘアドネーションやってるんで、ぜひ来てくださいよ、みたいなのがあるんだったらいいけど、そういうのを自分でやんなきゃいけないわけじゃん。俺自分でそういうのやんないからさ、うちの、俺の知り合いが、みたいな。ヘアドネーションやってるんで、とかあったらいいけど。あれ、櫛欲しいな。櫛とかないからさ、俺。櫛で、解いたことなんて一回もないんだから。髪の毛を。こんなに長いのに。これ全部ここに落ちてくれるかな？坊主にした人とかで、スーツでな。大変申し訳ございませんでした。それ多分櫛通らない。いや、多分通ると思うよ。櫛ねえか？あったと思うんだよな、どっかに。ねえか？なんかどっかにあった気がしたけど。プラスチックの櫛が。美容院で使うクリップないです。もうそのまま行きます。で、あと配信、わかんないところは、自分で風呂場で、丁寧、綺麗にします。ちょっとさ、前髪パッツンにして、超可愛い女の子みたいな髪型にしよう。口に入る。やるわ、今から、みんな。美少女ヘア。まずここを、あ、下ひじょ、ひだよ、ひだよ。普通にいつも座ってる椅子に座ってる。絶望。本当はこんなところでやりたくない、部屋で。でもみんな見たいでしょ、俺が坊主にするところ。みんなのために俺は今自分の部屋を犠牲にしてる。お前な、この辺りで切るか。この辺りバッツンって切って、超かわいい。多分だけど髪の毛の先ゴムつけた方がいいんじゃない？マジ？そういうもの？よいしょ、このまま行けば。行くわ、みんな。ありがとう、今まで。長い間、付き合ってくれて。おい。明日これで行こうかな。どう、みんな。明日これで行こうかと思うんだけど、どう？俺、思ってるじゃん、まだ。かわいい。
明日これで行こうかな。そこら辺にいそうな女みたいな。そこら辺にいる、キモい女。そこら辺にいるキモい女じゃない？これもしかして。ねえ。オタク女だよね、これね、多分ね。どうしよう、明日これで行こうかな。どう？明日友達と遊ぶんだけど、俺。これで行ったら、どういう反応されるかな。もうちょい行きたいな、前髪。前髪がどこかわかんねえや、でも、問題は、今。適当にパーマかかっておっしゃる。これはね、パーマじゃなくて、癖ですね。いい具合に髪の毛おっしゃる。これパーマじゃないんですよね。今ずっと結んでたから癖がついてるだけで。俺あんま細かく切りたくないんだよね。細かく切りたくない。髪の毛で遊びたいけど、細かく切りたくない。細かく切ると床にいっぱい落ちるじゃん。細かい毛が。できる限り大きい束でいきたい。それで再利用持たないか。ちょっとじゃあ。うわぁ。すげえなんか。あ、昔の俺みたいじゃない？ こうやってやったらね。前の俺みたい。ちょっと太ってるけど。男の子みたいだね。ちゃんと。懐かしいわ、なんか。帰ってきたな。帰ってきてる、俺が。一回り輪郭でかくなった。確かに昔はこんなね、前髪があってもね、こんなんじゃなかったよね。5年くらい前の高さん、それショート、そうだよ。金髪ショートだったんだから。前髪重めのバングでやらせてもらってたんだから。太りすぎじゃない？にしても、この、すごくない？こう、だって、こうした時に顎見えるやついないでしょ？こういうなんか、巻いた時に。なんか、知らない人からレイドされてる。なんで？なんで知らない人？わかんない。知らない人かな？わかんない。俺知ってる人だったらごめんね。知ってる人だったら申し訳ないけど、誰？ゲニウェイさん。ありがとう。その ID だけじゃわかんねえわ。ゲニウェイさんがレイドしてくれた。見てる？俺のこの、断髪式ゲニウェイの視聴者、女だったと思った、俺が騙されたな、まんまと。誰ゲニウェイさん、それが気になって仕方ない。俺の髪よりゲニウェイさんが気になって仕方ない。俺は知ってる人、しかも12人も連れてきてくれてるけど、めちゃめちゃ連れてきてくれてるよ。俺の普段の同説ぐらい連れてきてくれてるよ。誰？この子。ゲニウェイからのレイダーらしい。元気？俺が髪切るとこ見てくれる？せっかくだし。せっかくだから俺の髪切るとこ見てくれる？見てくれると嬉しいな。どなたなんだろう。俺知ってる人？2017年の写真も顔写真持ってたから比べてたらガチで丸くなってた。 俺もよく知ってる人。あ、そうなんだ。 ID じゃ分かんないだけかな。切るか、とりあえず。今からこの超ロン毛を切りますので、フォロワー700人いた。強っ。俺の100倍ぐらいいるじゃん。切るね。せっかくだから。レイドしてくれたから。あんまりね、じらしてても意味ねえような。まあ、もう切ったんだけど、今、前髪は。行くわ。めんどくせえから。よろしく、みんな。え、もうこうだよね。こう。行くならこうだよね。髪の毛、何それ読めねえ。いくわ。え、何ミリがいい？
7mm、 7mm がマックスだわ。中心だけ削るわ。メガネつけていいかな。どれが9ですか。え、もちろん 7mm、 7mm です。しっかり 7mm。 え、それかめちゃめちゃえぐい髪型。いやでももうえぐい髪無理だな、前髪切っちゃったからな。いくわ、 7mm いくね。でもなんか4年伸ばし続けたから悲しいね。おお、これ切れんの？一人でできるこれ。まだわかんない？一直線行きたいけど、馬力が、この馬力が足りねえよ、みんな。馬力が切んねえとダメかも。長いとこ切っておいた方がいいかも。でもここないんだよね、今もう。もうここ今7ミリ、みんな。ここ。わかんないね、ちょっとね。まだギリギリわからん。お、すごい。ない、ここみんな。ない。ああ。なくなっちゃった。俺の髪の毛、終わっちゃった。きっとロクサスもこういう気分だったんだろうな。夏休みが終わった時、俺の髪の毛、終わっちゃった。ハゲてね、ハゲてる？わ、わかんない、俺がハゲてるかどうか。もしかしたらハゲてるかも。あ、ない。マジでない、やば。いや、ずっとさ、髪の毛長かったからハゲてたとしても気づけないもんね。夏休み終わるより長い。だって俺4年だもん。夏休みはさ、30日とかかもしんないけど、俺は4年だよ。あ、すっごい。あ、どう、俺ハゲてる、みんな。ハゲてるかも。なんかハゲてね。ちょっと待って、ハゲてる。どう、ラグで見るわ、ラグで。ハゲてる。ここハゲてるかもな、俺な。坊主にしたらハゲだったことが、坊主にしたらハゲてたことに気づくっていうパターンある？もう太っててハゲてたら終わりだよ、みんな。うわ、あー、すごい。え？坊主じゃん。なんである程度短くなるのにバレが、おい、みんな見てくれ。あとさ、この髪の毛のさ、流れの癖のせいで、変なムラになってるわ。あ、見て、みんな、登ってる。これだけ残しとこうかな。せっかくだし。どう？釣りできるわ。釣りができる、みんな、ここで。ちょうちんあんこみたいにさ、あの、先っぽに餌つけてさ、あれしようぜ。目が離すわ。もう行くね。もう自分で行くわ、全部。自分以外で行かねえけど。やべ、ゴミ袋持ってきてね。終わった。ハゲてる、みんな。どこ行けてんのか分かってねえや、これ。うわ、すっごい、すっごいことになってます。うわ、楽そう。これどこにいるの？あ、いた。
どう？おにぎり好きそうな見た目になってきた。いいよな。髪切ったらマジ、あ、電髪にすればよかった。ミスった。ここだけ残しとこうかな。太ってるよな。なんか変な音が鳴り始めた。変、バリカンが悲鳴を上げ始めた。ハゲてるみんな。俺ハゲてんのか刈り落としでそう見えるのか。まあ、ムラは絶対あるよね。ムラは絶対にある。一回坊主にして、でも多分ハゲてはないと思うんだけど、どうなんだろうな。坊主にしたらその頭皮が見えるっていうのはよくあることじゃん。うわ、何ここ。おにぎりを熱そうに握ってバズってそう。いいよな、おにぎり感出たでしょ。めっちゃやべ、溢れる。一回捨てるわ、髪の毛。どう？新しい俺はどう？みんな。頭より顔の方が横幅でかい。そうなんだよね。めっちゃ俺何、卵型、綺麗な卵型なんだよね。見て、こんな俺一人分多分2キロぐらいある。2キロぐらいあるわ、髪の毛だけで。捨てるわ。横向いた時マジで太ってるな。いや、マジで太ってるって言ってんじゃん、いつも。なんで今頃気づくの。髪の毛でごまかせてたってこと。5年前は頭と顔の横も同じぐらいだったのに。そうでしょう。いや、見て、どう？ここすっごい長い。ここもめっちゃ長い。生えてる？生えてる？ラグで見るわ。なんか、え？俺なんかここ切り刻まれた？なんか。いや、なんか俺、あれ、浪人と戦った？もしかして、ものすごいものすごい、ここ綺麗にハゲてないね。でもね、あんまりマジビビるかな。ビビんないでしょ。金髪とかにしたかったな、せっかくだったら。坊主で記憶がすぐ消えるの、もしかして、あ、まさか俺宇宙人になんか脳切開されてあれされてたんだ。眉毛全部剃る、せっかくだし。もうちょっとやるわ、ちゃんと。ちょっとね、あの前髪をずっと上げてたから、その癖でさ、変な感じになってんだよな、多分。お風呂入って、多分これ前髪流す、お風呂入ってからの方がいいかも。変に多分枯れちゃう。それこそムラになりそう。あっ、髪の毛めっちゃ落ちた、下に。だるい。ずっとあの
が今日タオル頭に巻いてたから、それで、あれなっちゃってるかも。ハハハハ、かっこいいな。ここ変じゃね。ずっと思ってたけど坊主似合う。おにぎり丸って感じ。ご飯好きそうになった？いつもより。いつもまあご飯好きキャラでやらせてもろてましたけど、もっとご飯好きそうになりましたか？いやこれ細かい、坊主むずくね？細かいところ。反り込みじゃないんだよね、これ。あとなんだよね。メッシュ許した川口どこ行ったの？この後金髪にすればいいじゃん。どう？このメガネは似合わない。どうしたらいいんだよ、じゃあ。白メガネに戻す。売ってないんだよね、今もう白メガネが。俺も白メガネ欲しかったんだけどさ。ここにちょっと見て、残留思念が。あ、すげえ。でも楽だ、みんな。うわー、これ頭洗うの超楽そう。やば。うわー、お風呂入るの楽しみ。ちょっとこれあと、もう俺お風呂入ってさ、頭流して。やば。寒くないの？別に。シャンプーじゃなくてボディーソープでこう、顔洗ったままこういけるよね、多分ね。え、俺結構髪の毛しっかりしてない？あ、ものすごい、でも、あれだね。こう、あの、霜膨れだね。やっぱりね。モテなさそう。これはさすがに毎日入る案件だね。え、俺モテをさ目指してるんだけど、モテる？みんな清潔感はあるよな。清潔感はある。うわ、どう？首の後ろ長い残ってる？マジ？まあそれはちょっと後で風呂場でやるわ、一人で。ほんとだ、めっちゃここチロチロが残ってるね。危険な人がある。メガネがね、白いメガネがね、売ってればいいんだけど、もう売ってないんだよね。羽みたい。これ残しようかな、羽だし、俺の羽として。あ、でもなんかあんまり見慣れないな、見慣れなくないな。別に。別にあんまり見慣れなくなくない？メガネはポップな方がいい。でもあれみたいになっちゃうな、あのなんだっけ、あの、ネットでさ、なんかよくいる人、なんだっけ、名前忘れちゃった、石川さんみたいにならない？坊主で、なんかこういう縁のメガネだと。石川だっけ？名前忘れちゃった。有名な人。めっちゃ長い。髪の毛に隠れていた顎ラインが公にされて丸さ出てる。いやでも別に髪の毛に隠してないかな、普段も。のりゆき、そう石川のりゆきさん、髪の毛がチクチクする。普段とあんま変わんなくない？
シルエットはそんな変わんないよ。言うて。シルエット自体はそこまで変わってない気がする。普段はタオル巻いてるから、そう、これでタオル巻いたら多分、変わん、なんも変わんないよ、普段。みんなが見る分には多分、なんも、ほら、俺こうじゃんだって、いつも。なんも変わんなくない、普段。普段の俺と。俺が楽になっただけだよ。主に。あー、でも毛量がスッキリしたかな。タオルの、なんでこここんな、癖つきすぎじゃない？こんな癖つく？分け目ってこんな、こんな出る？分け目ってこんな出るのすごくない？俺なんか、マジで脳切開されたことある？過去に。もしかして。俺が気づかない。知らないだけで。俺が知らないだけで脳切開された過去あったかもしれん。もしかしたら。わぁ。どう？みんなかっこいい？金髪にしようかな。なんか思ったより俺、ハゲてない。密度あるな。髪の毛。なんかもっとさ、俺、薄いかなって思ってたんだよね。坊主にしたら結構。まあでも今、まだムラがあるから。ムラがあるから。ちょっと見えてないな。こう。これぐらい？美容室の選択肢はなかった。ないでしょ。めんどくさいんだから。まあ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 、坊主って髪、感じだな。もうちょい短くするからな。多分バインバインが好きだったもん、その時から。なるほど。ロリキャラが好きだったはずの俺が。ちょっと伸びてきたらまたそうなの。わかんない。普通に単発として過ごそうかな。伸びてきたら。まあ、それこそ、わぁ、頭すっごい、すっごい頭かきやすい。でも俺普段帽子かぶってるからさ、多分あんまりわかんないぜ、これ。あんま変わんない気がする。いいね。どう？ねえ。普段こうだから俺。キャプテンアメリカの帽子でさ、やっぱ渋谷の街を歩いてるから。おもろ。楽しみこれ。友達の前で帽子外すの。普段こうだもん、俺。普段こうしてる。でも、こっからはみ出てる毛がないから、気づくかもしれない。あれ？何？つって。うわぁ。屋内では脱ぐだろ。いや、屋内でも外さなくない？帽子って。極場じゃないし。どうなんだろうね。まあ、そんな感じで。今日は一旦終わりで、また次回からはこういう状況で皆さんと共に。帽子めっちゃ緩くなってる。めっちゃ余ってる。指これぐらい余ってるわ。めちゃめちゃ帽子余ってる。髪の毛ってそれぐらいでかかったんだな。どうですか皆さん。ちょっとシャワー浴びて、この癖とか直さないといけねえからよ。シャワー浴びるわ。じゃあ、次回からは。うわ、もう全部やっちゃった。次回から坊主川口でお送りしますので、よろしくお願いします。で、こっからね、俺の髪が、ナンパ付きのゲームはしません。明日朝早いので。癖なのかなに、こう、あ、これね。これ多分ね、こう、髪の毛長いから、こう引っ張られてたのよ。分け目。それで多分ここに、分け目ができてるんだと思うんだよね。だからこれ水で濡らしたりしたら治んねえかな。俺そしたらずっとここになんか反り込み入れてるやつみたいになっちゃうよね。えぐい反り込み入れてるやつみたいな。こんなに優しそうな外見なのにいかちいやつになっちゃうよね。毛根が叩かれてるから無理。だからもう多分4年引っ張られ続けすぎてさ、この髪の毛でさ、4年間引っ張られ続けてこうなっちゃったんだろうね、多分。ここ
こでこう髪の毛をさ4年間ずっと重いものを引っ張ってたからさ、もうここがモーゼみたいに開いちゃったんだろうね、きっと。ここモーゼ通ったのかもしれない、こうやってうぃーっつってやってるーっつって、モーゼをここビューって通った可能性があるわ。いいね、すんごいブサイクだね、坊主にしたらね。なおさら痩せなきゃダメだねあの痩せなきゃダメだこれ、みんな坊主でこの太りはね良くないわ、ちょっとこの太り方は。いや下半分の横幅がねものすごい、このなんていうの、ほんとおにぎりみたいな、おにぎりみたいな形してるから、ほんとに綺麗にあのなんていうの、卵型、こんな卵が。でもこうやって見ると逆に丸さがさ、いや丸いな縦長になったかなと思ったけど、そういうわけでもないね、ちゃんと丸い。じゃあの片付けしなきゃいけねえんで片付けしてちょっと綺麗に自分で整えるんで、またこれからもよろしくお願いします。ありがとうございました。レイドで見に来てくれた方もいらっしゃったらありがとうございました。それじゃあのよろしく伝えといてください、レイドしてくれた方に。ありがとうございました。またスーツ着て謝罪会見も撮ろうと思うので、それではお疲れ様でした。バイバイ。